アイテム番号、SCP-280。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-280 は 5×5 メートルの個室に収容されています。そしてあらゆる種類の装置は、内部に職員がいない状態で残してはいけません。収容領域は常時、完全な暗闇にしなくてはなりません。収容部屋で使われたあらゆる道具はテスト終了後、職員によって取り出されなければなりません。収容部屋に入るすべての職員は赤外線ゴーグル、赤外線ストロボ識別装置、ストロボフラッシュライトを装着しなくてはなりません。SCP-280 からの攻撃が発生した場合、すべての職員はフラッシュライトを点灯させ、攻撃されている対象を照らしてください。SCP-280 に抵抗するために攻撃行動を取らないでください。職員は常に SCP-280 から1メートル離れてください。職員は攻撃されている対象を回収し、引き出すことができる十分な距離に SCP-280 が後退するまで照らしてください。説明。SCP-280 は黒い人型の塊で、大きな白い目2つを頭に持ち、とても細く長い指を持つ2つの手があります。下半身が地面から数センチメートルのところで消えているように見えるため、足あるいは脇役部は確認できません。SCP-280 は肉体的な形状を増減することができる物質で全て構成されているように見えます。その物質はとても黒く、その目のみが確認できる他の色です。非肉体的な形状に変化するときは、煙に似ています。目は機能していません。また、交代するときのみ目は現れ、いくつかの昆虫に見られる目点のような使われ方をしていると見られています。SCP-280 は非常に強力で、負荷を感じさせることなく鋼鉄を腕を使って引き裂きました。SCP-280 は、目撃者が、無誘病者姿勢、と報告する、腕を伸ばしながら滑るような動きで移動します。SCP-280 はあらゆる生きている人間に攻撃するためにゆっくりと動きます。SCP-280 は人命を感知する器官があると見られています。この能力の限界はまだ発見されていません。SCP-280 が対象の 14cm 以内に近づいたなら、大きな身体的外傷を与えるためにその手で対象を引っ張り引き裂きます。その攻撃は1話から5分の間続けることができ、対象が死ぬまで続きます。SCP-280 がその目を露出させた時点で、肉体的な形状を失って次の人間に向かいます。人間が存在しない場合は、SCP-280 は壁や他の構造を破壊しながら、生きている人間が再び存在するまで移動します。SCP-280 はその目を光の方または近くの人間にさらし、光からゆっくりと交代します。病死していた人々は、とても困惑していたようだったと報告しました。SCP-280 が現在存在する場所を完全に照らし出す、またはそこで非常に明るい光を爆発させた場合、SCP-280 は消え去り、別の場所で再出現します。これは単なる光に対する防御反応と見られており、追跡や獲物への攻撃に用いられていません。SCP-280 は食事、呼吸、睡眠をしているようには見えません。攻撃中に除去した体内組織のどれも摂取せず、単に新しい場所を引き裂くために落とします。自由に無形になる能力と攻撃的な性質により、SCP-280 のサンプルは全く集められていません。ほい。回収のメモ。SCP-280 はミシシッピ州ので、いくつかの鍵のかかった部屋の殺人事件と子供の死が報告された後、収容されました。すべて、犠牲者は、完膚なきまでに切り刻まれ、極めて悪質であると報告されました。財団は、5人家族が家で殺害された後に関与しました。唯一の生存者で襲撃時に泊まりに来ていたダビド、9歳を地下室で発見しました。彼はフラッシュライトを握り、外部からの刺激に反応しない深いショック状態で発見されました。地下室を調査中、
一人の警官が攻撃され激しく引き裂かれました。彼の証言が財団職員の関心を引きました。回収の際、SCP-280 は高強度の光にさらされた時にはテレポート能力のため一時的に失踪しました。暗がりで見られた時、SCP-280 は影としてしばしば無視されたたり、また暗がりで偶然接触した場合には衣や髪、他の物体であると指摘にされなかったと報告されています。目標を追尾する際、SCP-280 は攻撃の瞬間まで無形のままであり、幾人かは SCP-280 のごく近くまで歩いていくか、あるいは通り抜けけるということが起こります。SCP-280 の内部にいるとき、目標は恐怖と不安感を報告します。SCP-280 は通常これに反応しないものの、通過される際には時々その目を露出させ、交代姿勢に入ります。この行動を取る条件は明らかになっていません。ほい。実験後のメモ。SCP-280 の抗体反射行動に対する様々な抗原を用いた広範囲にわたる実験の際に、SCP-280 は収容違反を起こしました。SCP-280 がサイトの照明箇所を通じて繰り返し出現、消散しながら地下へ進み、最終的に SCP-1591 の収容室へ現れたことが観測されました。SCP-1591 にさらされると、SCP-280 はその目を見せたものの交代しませんでした。SCP-280 は立ち止まり数分間ひざまずいた後、消えました。その後事件は起きず、SCP-280 は数時間後に自らの収容室へ出現しました。